口に飲み物が入ってるのにくしゃみが出そうで危なかったもんってなった。びっくりした。配信で麦茶を吹き出すとこでした。危ない危ない。麦茶飲んでるのにくしゃみ出そうだった。危なかったよ。危ない。吹き出したらね、大変なことになってました。放送事故で。まあ、この麦茶に溶けた氷を飲むの、食べるのが大好きで、もう毎回バリ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 食べてます。でも普通に麦茶も好き。お顔がタイプですって。やった。見て、今回爪伸びるのめっちゃ遅いの。なんか ねあんまり寝ない。葵ちゃんが言っとったんやけど、あんまり寝ないとめっちゃ爪伸びるの早いらしいので、この前のなんか水色のネイルした時はめちゃめちゃ伸びるの早かったんだけど、最近はもう眠たいしパパ来てるから、そのあんまり遅くまで起きることがなくて、遅くても1時前にはちゃんと寝てるの最近。パパがさいるとさ、規則正しい生活になる。で朝起きて朝ごはん食べて時間があったら寝るみたいな感じだから、めっちゃ睡眠足りてるから全然爪が伸びてくれなくて嬉しい。長持ちしそう。でももうすぐパパが帰るので、パパが帰ったら急激に爪が伸びるかも。そう、寝ないと爪伸びるの早いらしいですよ。知ってました？マリは知らなかった。ゆいちゃんの卒業公演出れるんだね。そうなの、嬉しい。ゆいちゃんに出たいですって、ゆいちゃんに出れたらいいなって話をしたら、ゆいちゃんがマリは出れるよって言ってくれたの。マリアがマネージャーさんに出たいですって言ったのもあるけど、ゆいちゃんも言ってくれたか分かんないけど、マリアに出てほしいって言ってくれてたので、そう、嬉しいけど寂しい。ゆいちゃんもなっちゃんも。まあでもほんと意外って言われる、ゆいちゃんと仲いいの。明日のオンライン握手会でマリアと何を話そうかな。何話します？何の服着ようかな。そう、ゆいちゃんとね仲いいんです、マリア。ゆいちゃんが近くにいると落ち着きます。ツアーファイナルドラニが一番泣いてたね。確かにドラニは泣き虫ですね。ドラニはね、あのおそらく後輩気質なので、みんな末っ子だから、だからね、みんな泣き虫なんですよ。みんな泣き虫でみんなビビりなの。だからよく3人で固まってるんです。サマステ花ちゃんとマリア泣いてたね。そう、サマステはマリアもうほんとグリーンフラッシュ付近からアーカイブがもうすぐ終わるので、ぜひ見てない方はぜひ見てください。サマステはグリーンフラッシュあたりからめちゃくちゃもううるうるしてて、あ、もうやばいかもって思ってたので、最後の曲振りの前にゆいちゃんとなっちゃんにこう何葵ちゃんが話を振ってて、もうそこでほぼ泣いてて、あー寂しいみたいな。なこちゃんにそれはやばい寂しいんですけどとか言って、
ってイントロ始まった瞬間もバーって泣いてたの。でもその時は花ちゃんが泣いてなくて、やばいと、花ちゃん泣いてないぞと思ったんです。やばいやばいとしたら、その気ごとに歌うパートがあって、それまでに 3期分待ってたんですよ。したら気づいた、花ちゃんも横で泣いてた。だからドラニの歌わり、花ちゃんとマリアどっちも泣いてるみたいな。めっちゃおもろくない？だから花ちゃんももう我慢してたんだと思うんだよね。でもその隣にマリア、ずっと端っこだったの。端っこっていうか遠かったの。1期生さん、2期生さん、3期生さん、ドラニだったから、並びが花ちゃんとは遠くて、花ちゃんが泣いてない、やばいぞって思って近くに来た瞬間に、多分花ちゃん我慢してたものもマリアがもう泣いてしまっているから、それがなくなって2人でドラニの歌割りで大泣きして、その後もう新芽でずっと泣いてるっていう。でね、サマステのアーカイブ見た時にマリアと花ちゃんが端っこでどっちも泣いててめっちゃおもろかった。ドラニって感じした、あれが。なんかみんなで泣いてるのが、ドラニが泣いてみんながうん大丈夫みたいな感じでしてくれるのが、なんかその最初の頃のなっちゃんが MC でね、このドラニまでのメンバーは初期の感じがしてって言ってくれたの。でもそれがなんか思い出しました、それを見て。あら、もうびっくり、タワーが来てる。スージェーさんが HKT タワーを、ありがたわ。そして渋田さんはクマタワーですね、ありがたわ。びっくりした、誕生日かと思った、嬉しい、ありがとうございます。そう、なんか懐かしい気持ちになりました。これなんかドラニって感じがした。その気づいたらさ、ドラニはもう先輩になっててさ、全然そういう機会がなかったけど、サマステ見て、あーこれがドラニだなって思いながら見てました。だからね、ママ喧嘩しないの、パパと。実は明日誕生日なのっておめでたいじゃないですか。おめでとうございます。藤木は一番先輩なのに亡くなったの悲しい。そうだね、花ちゃんと次はそのサマステ終わりに、花ちゃんと次はマリアたちが一番先輩だから頑張らなくちゃねっていう話をしてたので、その富士急のそのイベントのグループ LINE もあって、そこにねねちゃんとかが LINE をしてきてくれてて、そこにまあ便乗してですけど、マリアもちょっとアドバイスの LINE をね、こうリコちゃんとユキちゃんに相談して書いたので、ちょっとね亡くなっちゃったのは寂しかったんです。じゃあもうね、そう、花ちゃんとマリアは、ビビアンもなんですけど、ドラニは先輩するのに慣れてないから、そう、少しね、そのなんか成長できる機会かなと思えたんですけど、思ったんですけど、亡くなっちゃったからね、寂しいですね。誕生日も近かったからさ、すごい楽しみにしてたのに。そう、富士急行ったことなかったの、マリア。だからそれも楽しみだった。
で富士急ジェットコースターいっぱいだよね。マリアは最近ジェットコースター克服したけど怖さは別に変わってないから乗れないかもね。でもゆきちゃんとユニバ行った時はハリドリっていう結構凄めのジェットコースターを2回乗りました。それぐらいにはジェットコースター乗れるようになった。一回今福岡にもともとあったスペースワールドっていう遊園地に行った時にもうメルちゃんに信じられないぐらいジェットコースターを乗せられたんですよ。それからだんだん克服するようになりました。メルちゃんのおかげで克服できました。そう、ハリドリ2回乗れるぐらいには成長した。ジュラシック、あ、そう、ジュラシックワールドだったっけ。ジュラシックパークとさ、ジュラシックワールドがあるか分かんなくなっちゃった。ゆきちゃんももともと苦手だったって言ってた気がする。恐竜のね映画を見に行ったんですよ、この前。小田ちゃんとリコちゃんと。ジュラシックワールドか、ジュラシックワールドですね。ジュラシックパークはちょっと1個前のか。ジュラシックワールドをリコちゃんとユキちゃんと小田ちゃんとマリア4人で見に行きました。 4DX めちゃめちゃね、もうほんとアトラクションみたいに動きました。 4DX 座席がすごかった。あれもうマリアなんか吹っ飛びそうでした。吹っ飛びそうで、リコちゃんが押さえてくれてユキちゃんの手を掴んで吹っ飛ばずに済みましたけど、でもめっちゃ楽しかった。なんか集大成って感じがして。 4DX 水とかもかかるけど、マリアたちはちょっと水かかる機能はオフにもできるんですよ。オンとオフにできるんだけど、オフにしましたね。でもオフにしてもなんか隣の人の水がかかってくる時もある。あとね、風めっちゃ感じ、風がすごい吹くんですよ。もうね、寒かったもんね。あれ一回足ここら辺まで上がってさ、みんなでえっみたいななりましたよ。いや水苦手ではないんだけど、顔が濡れるのが好きじゃなかったからちょっとオフにしちゃった。楽しかった。事務所より寒い。事務所の方が寒いね。今度 B さんのセンターの時はフィンガーダンス中にカンガルー作って。やばくない？わ、難しいね。結構難しいの、カンガルーの手。これがカンガルーの手なんです。かけるにしたらカンガルーなんです。これできません、怒られちゃいます。この手が陰でカンガルーになります。ナナも今若干カンガルーじゃない？ほら、カンガルーになりますよ。すぐカンガルーできるから、あんまり本当に秒でカンガルー、ほら。小田ちゃんがね、マリアのカンガルー好きらしくて、いつももらってくれます。
昨日のお洋服可愛すぎたね、嬉しい、可愛かったやろ昨日の洋服。わあ、これハンちゃんじゃない？ハンちゃんからマリアさんって来たんだけど、今村チルドレンの第2号のハンちゃんから。これ絶対ハンちゃんだよ、フルネームで書いてあるもんね、ハンちゃんじゃん、ハンちゃん、ハンちゃん本当に可愛いです、お顔がまず可愛い。でもこれ自分で言ったらあれかもしれないけど、なんか雰囲気マリア似てるなって思っときゃんだよね若干ね。ハンちゃんじゃないですか、大丈夫か、もう9時だ、ハンちゃん、ハンちゃんいろんなルームに行ってるの？ハンちゃんいろんなルームに行っちゃってるの？ハンちゃんはさ、あのなんちゃんにね、なんかリングをあげてたんですよ、あれが可愛すぎて、え、可愛い、こんなに可愛い子っているの？とさ思ったら、今村チルドレンに入ってくれて私幸せです。はなちゃんもさ、マリアもさ、人見知りだからさ、この前はんちゃんとマリアとはなちゃんで七色クラブの撮影をしたんですよ。はんちゃんがね司会をしてくれたんだけど、もう可愛くて可愛くて、その後人見知りだけど頑張って喋って、みんなで可愛かった。ぜひ皆さんお楽しみにしててください、七色クラブ。麦茶が美味しい。確かにハンちゃん顔大人っぽいよね、わかる。なんか大人っぽいさ、みんな大人っぽくない？6期生って。ハンちゃんにお下がりあげないとね、ほんとマリアね、あの6期生にお下がりあげたいんですよ、お洋服がいっぱいあるので、お下がりあげたいです、みんなに。見て、めちゃめちゃ前髪がここがすごい塗ってる、巻いてるみたいになってる、ね、今の子大人っぽいよね、わかる。え、なんかほぼさみんな年下じゃないですか、6期生でもみんなさ、マリアさんのお下がり着ます。だってハンちゃん、ハンちゃんおしゃれだから大丈夫かな、マリアのお下がり着れるかな。イクノちゃん158センチらしいで、え、イクノちゃんって身長めっちゃ伸びてるよね、あの会うたんびに身長伸びてる、イクノちゃんって。ミクノちゃんはあんま身長伸びるのが嫌で、あんまあの嬉しくないらしくて、ちょっとなんかいつもしょんぼりしてて可愛い。みんなに「え、背高くなった？」とか言われたら、まあさん今身長158センチだよ、いくのちゃんと一緒だ。あといつもレイヤちゃんが身長高くてスタイル良すぎてびっくりする。あ、157センチだ、マリア嘘ついた、いくのちゃんの方が大きかった。持っちゃったわ、
あさってのオンラインをモチベに明日頑張るって待ってますね。あさってマリアちゃんの成長には本当びっくりよね。マリアはびっくりですもん。こんな伸びると思ってなかった。でマリアは伸びたかったからすごく嬉しいです。確かにね、6期生身長高い子多いね。でもさ、もがみちゃんがさ意外となんか身長さ低くて可愛かった。めちゃめちゃ身長ありそうな顔してないですか、もがみちゃんって。ホワイトデーにはで北川さんに手振ってるシーン本当好きな。あのヒーローちゃんがあのマルちゃんポジ覚えてたんですよ、リセット。でいつもマルちゃんの時は顔を近づけてるんだけど、いやと思ってまだそんなに喋ってないのに顔近づけたら緊張しちゃうかなと思って手を振りました。ヒーローちゃんすごかったな。いつもさ、ちょっとなんかここだけこの曲だけカウントでしていいですかとか言うのよ、普通はね。もう誰でも初めて出るんだから、ちょっとここの移動だけ確認していいですかとか言うのに、もうヒーローちゃんは「あ、一旦曲で」とか言って、すごくない？一旦曲でやって、しかも完璧だったの。びっくりしちゃった、マリア。ヒーローちゃん完璧だった。もちろんね、さあやちゃんもすごかったんだけど、びっくりしちゃった私。みんなダンス上手じゃない？6期生ね。アットジャムであまねちゃんに会えそう？おー、どうだろう、時間一緒らへんなのかな。マンさんの6期生のおしめは、マンさんまだみんなと喋ったことないので一回みんなとね喋ってみたいです。ステージ結構ファンの方の顔見えてる？見えてますよ。結構どころかよく見えますよ。でもあれ、あのちょっとね、コンタクトがね、あの何ボケやすい、なんていうのので、あのたまにねマリアのコンタクトのせいで見えない時はあるけど、あの全然見えますよ。たまにもう見えすぎて恥ずかしい時あるもんね。マリア最近制服のめこに出てないから寂しい。そうですね、寂しいですね。でもね、6期生が出て成長できる場なので、公演はそりゃもう譲るしかないやろ。マリアもだってアンダーでいろんなメンバーと仲良くなれたもん。アンダーってだから本当大事だと思う。アンダーナイトさ一個も出たことない先輩とかいたからさ、ジェラシーとダウトの神手側の躍動感本当好き。いいよね。もし今度目出るときさ、なんか久々でちょっと緊張しちゃうかもな。最近リセットの方がよく出させてもらってるので、最近おたそつするか考えてるんだけど、どう思う？どう思う？でもなんかおたそつしなきゃいけない理由があるならしょうがないと思うけど、でももうすぐね、あのライブもありますし、楽しいこともいっぱい待ってるので、ぜひそれを楽しみに頑張ってくれたら嬉しいけどね。
この間下野さんアンダーデビューしてたね。ねアンダーデビューしてたねゆきちゃんめっちゃ面白かった。その公演の前日にも会ってたんですよゆきちゃんと。で明日あれ明日ゆきちゃん公演じゃないんですねみたいな。じゃあまだあれですねマリアがいない制服の目はまだ味わえないですねっていう話をしててリセット終わってはけたらゆきちゃんいてえなんでみたいな。してゆきちゃんが今日安泰になりましたって言っててゆきちゃん安泰だったんだと思ってびっくりしたもんね。じゃあマリアがいないの寂しいですねって言ってマリア帰りましたリセット終わって。下野さんそのうち恋愛禁止条例に出る可能性すらありそう。全然出てくれるならマリアの生誕祭に出てほしいけどねゆきちゃん。覚えてくださるのであればぜひマリアの生誕祭出てくださいゆきちゃん。かゆリセットマーさんリセットマーさんはよく見るのにいまだに恋愛禁止条例入れてないから悔しいやん。ぜひ入ってください。マリア卒業考えたことある？まだないですね。マリアはクリス条例はいつも以上にマリアが大人に見えるかもね。大人っぽい曲多いもんね禁止条例って。一末令でほっとした表情してるだけに胸がキューッとなるそりゃ一末令はいつもドキドキですよマリア。本当に慣れないですねいつでも。なんかね目とね目とリセットいつも一ムーと一末令が隣なんですよ。目の時もリセット一ムーとマリアが出てる時も一末令が絶対隣でもうね一ムーも多分怖いんだろうね。一末令が逃げる力が信じられないぐらい強いのよ一末令の時のいつも面白いぐらい強く握っててさ可愛い。でいつも一夢と二人で今日も無事終わったねっていう話をします。アイチ握力強いもんね。アイチ握力強いんや。この前のマリアの命の使い道のセリフドキッとした。あそれさ伊吹からもさ普通に個人で LINE 来てさめっちゃ鳥肌立ったって言われてさ嬉しかった。今隣のトトロやっていますよ。あそうなの。テレビ見ないか知らなかった。この前ビビちゃん泣いてたね。パジャドラの時かな。僕の桜の歌詞が染みて泣いてた泣いちゃったって言ってましたよ。イブ楓かクルタンか誰かアンダーディブの日に卒業発表あったよね。あとねクルタンのアンダーディブの時に奈緒ちゃんが卒業発表しましたね。まあ奈緒ちゃんの時マジで察してなくてたまに察する時とかあるんですよ。でもあ関ちゃんも察してなかったかも。でもその奈緒ちゃんの時は1ミリも察してなくてで普通に「今日も公演終わったら写真撮りましょうね」とか約束してたの奈緒ちゃんと。人なんか卒業発表してびっくりした。
マリア本当にびっくりだよ。でもずっと泣き止まなくてね、マリアが。で、葵ちゃんがすごい慰めてくれてたんです。でも卒業しても会えるか大丈夫だよみたいな感じで慰めてくれてたんだけど、もうマリアは悲しくて悲しくて、だってまだPさん卒業しても会えてないわみたいな感じで泣いてたんですしたらその卒業発表のね、なおちゃん卒業発表した次の日にPさんとリコちゃんと葵ちゃんと何人かで映画行く約束してたらしくて、あ、そうなの？Pさんとも会えてないの？みたいな。そうです。だから、なおちゃんともいつか会えなくなるんだみたいな感じで。もう本当にね、まだあの時はちっちゃかったからね。だだこねて泣いてたら、その次の日の Pさんもいる映画に誘ってくれました、葵ちゃんが。優しすぎる。あの時のマリアは思い返すとちょっと面白いですね。今はだって普通にさ、Pさんとも定期的に会えてるしさ、なおちゃんとも定期的に会えてるのに、やっぱ昔はちっちゃかったから誘うのも緊張しちゃってたから、もう一生会えないんだっていうあの考えになってたんです。だからもうそうやって泣きじゃくってました。これは初公開ですね、あのこの話は。明日初めてマリアちゃんとお話できる。緊張するやんね。この前Pちゃんにイベントでケツバット食らった話聞きます？マジ？嬉しかったやろ、本音を言うと。懐かしい、泣きじゃくったの。オンライン、オンラインって緊張するよね。マリア、あの対面で、対面握手会お話し会よりオンラインの方が緊張するもん。なんだかわかんないけど。今日スタバのぶどう飲みました。いいね、スタバ飲みたいな。あとずっとチキンが食べたい。今昨日の夜からずっとマリ言ってる、チキン食べたいって。なんだかわからないけどケンタッキーのチキンがすごく食べたい。ケンタッキーじゃなくてもいい、なんか韓国チキンなの的なのすごい食べたい。昨日からずっと言ってる私。じゃあ何の服着ようかな。チキンはマリア骨ない方が好きですね。骨あると上手に食べれないです。卵かけ納豆ご飯も食べたい。今日も食べた卵かけ納豆ご飯。最近毎朝卵かけ納豆ご飯を食べてます。しかもご飯も玄米だからめちゃめちゃ体に良さそうじゃない。夕食は唐揚げだった。いいね。明日はママがね、唐揚げ作ってくれるらしいので、オンライン終わったら唐揚げ食べようと思う。餃子だった。いいね、餃子。玄米お腹壊しちゃう。でも玄米食べたらめっちゃいい動きますよね。今日の朝はマリアが朝卵焼きを焼きました。
卵焼き焼いてウインナーも焼いてトマトも、あ、トマトとレタスはパパが切ってくれたんだ。ザ朝ごはんみたいなご飯を今日は食べました。美味しかった。とか卵かけ納豆ご飯、マリア卵かけ納豆ご飯が食べたかったのでそれを食べて、ママとパパに卵焼きを焼いてあげました。マリアはね、卵焼きはね甘い方じゃない方が好きです。ミスドのプリキュアコラボドーナツ食べた。そんなの売ってるの？あなたトトロっていうのねのシーン手前で、あなたトトロっていうのね、メイちゃんが今じゃあなんか森の中とかに入ってんのかな。納豆はご飯にかける方が好き。ご飯にかける方が好きです。一回納豆トーストを食べたことあるんだけど、ご飯かける方が好きだった。まあ卵焼きはバター醤油が一番好き。でも今日はごま油で焼きました。納豆はね大粒が好きです。あと九州に売ってるうまかたれ付きの納豆があって、そのうまかたれがマジで美味しい。九州来たらね食べてほしい。なんで揺れ出した？マリアね、あの同じ場所にねじっとしてるの苦手でさ、よく動いちゃうんだよね。納豆は味噌汁に入れたら美味しいよ。あんま食べたことないかも。あとマリア最近知ったんだけど、トマトは熱に通してから食べる方が好きです。めちゃめちゃ今日もあのトマトは焼きましたね。焼きトマトとかちょっとお湯にサッとしてするトマトの方が好きでした。私男の子のポーズの頃のイメージから情報が上書きできてないので、もう18っていうのに驚いた。もう18ですし、あの成人が変わったのでもう成人になりました。あと高校も卒業したので社会人になりました。あと身長も入ってから約30センチぐらい伸びました。とても成長いたしました。知らないうちに成長したらびっくり。なんかさ本当になんかそのドラニのねあのメンバーとかにも AKB とか、その HKT 以外のドラニのメンバーにもマリア分かってもらえるんかなって不安になるんだけど、まあそりゃね分かってもらえるんだけどいつも不安になるもんね。え、これマリアって分かるって。成人祝いいつするんだろうね。え、いつだろうね。でマリアは20歳にしたいかな。そう、あと1年ちょっとでお酒も飲めるようになる。もうさみんなさ、リコちゃんとかユキちゃんとかなっちゃんとかがさ、もうマリアとお酒飲んだら泣いちゃうかもって言われる。ビビアも言ってたな。もうマリアとお酒飲んだ日にはもう私多分泣いちゃうっていろんな人に言われます。最近マリア、ショールームってお酒飲んでいいんだっけ。ダメだった気がするな、ショールームお酒。社会人マリアは日頃何を飲んでいる？マリアはあの麦茶を飲んでいます。毎日毎日麦茶を飲んでいます。
そう、お酒は二十歳なんですよ。成人は18からだけど、お酒は二十歳からなので、あと1年ちょっとですね。で、麦茶ってミネラルも入ってるからめちゃめちゃいいらしくて、飲むの。皆さんもぜひ飲んでください。暑いのでね、まだまだ今日すごい暑くてびっくりしちゃったマリア。お酒飲むマーさん想像したら本当に俺も泣きそう飲めちゃうのよあと1年で。でも強い気がする。ママもパパも酔っ払ってるとこ見たことないから、お兄ちゃんも。ジョマリア本当に入った時自分が20歳になるなんて想像してなかった。なんなら一生マリアは学生なんじゃないかって思ってた、遠い未来すぎて。最初にお酒を飲みたいメンバー誰にしたい？もうマリアみんなと飲みたいみんなと、メンバーみんなと飲みたい。その辞めちゃったメンバーも全員集めてみんなと飲みたいマリアが二十歳の時にみんなで同窓会しましょう。 HKT のってぐらいみんなと飲みたいです。リコちゃん大号泣やろなみんな泣いちゃうかもね。うん、愛ちゃんとも飲みたいですね。びっくりだろうね、愛ちゃんもマリアが20歳になったら。植木さんもですか？奈緒ちゃんとも飲みたいね。一回奈緒ちゃんと、奈緒ちゃんがお酒飲んでた時に、その場にマリアもいた時に、あの手を噛まれたことがあるので、マリアがお酒飲んだ時は噛み返したいと思いますたちになった時には人見知りがなってたらいいな。マリア でもなおちゃんは酔っ払ってなくても髪の毛とか噛んできてた気がするわ定期的に髪の中ガッて噛まれてるあの写真あるもんね時期的に噛むのが OK になっちゃうといいね。確かにね。夏みかんを呼んであげてね。夏みかんさんもね飲みたいですね。この前なおちゃんと夏みかんさんと3人でご飯行ったので。魚のすり身飛ばす、懐かしい懐かしい、それ魚のすり身事件あったね。そんなの美香ちゃんとピーちゃんが昨日配信してた。嘘、見たかった、それ見れてなかったよ。最近ピーさんの配信見れてないな。見たいな。
矯正取れた？まだ矯正取れてないです。ハルタンさん連絡する？ハルタンさん連絡しますよ。最近もねしましたね連絡。タンタンさんとねミニオンの映画を見に行くって約束してるので、マリアまだ見に行けてないんですよ。行けるかな。行けるかな、ミニ。すごく見に行きたいんだけど。上京して公園行けなくなったけん久々にマリア見れて嬉しい。だってよかった。タンタンさんに会いたいですね。マリアちゃんテレビ見たりするの？マリアちゃんあんまテレビ見ないかな。テレビあんま見ないね。アニメとか YouTube とかしか見ないかも。ミニも行きたいね。YouTube はね、絶対見るのは平成フラミンゴさんとスカイピースさんと、あと鶴太郎さんっていうマインクラフトとかのゲーム実況してる鶴太郎さんっていうのが YouTuber さんがいるんですけど、それはその3つは更新されたら絶対見る。ニュースは見た方がいいと思うよ。ニュースはね、でも最近なんかツイッターとかで流れてくるやつは見たりはしてます。あと TikTok でニュースが流れてくるんですよ最近。それは見たりしてますね。チャンネル登録はいっぱいしてるよマリア。あと最近水溜りボンドさんも上がったら絶対見てるわ。めちゃめちゃチャンネル登録してる。あとトットットチャンネルはあまり本当にヘビーユーザーですよ。めちゃめちゃ見てます。定期的にいぶきの歌を聴いてます。登録チャンネルはあまりは、これどうやって見るんだろう。チャンネル登録した者数見れないのかな。でもソシャクオンの YouTuber さんとかをめちゃめちゃ普通チャンネル登録してるので見れないんだね、チャンネル登録数。何見てるかな最近。あ、269個チャンネル登録してます。してましたね。あと渡辺直美さんの YouTube は定期的に見ますね。あとはじめ社長さんとか、そのなんだろう YouTube 界のそのちゃんとっていうかレジェンドの方たちとかはもう普通に当たり前にもう当たり前にチャンネル登録させていただいてますわ。最近はスカイピースさんがその手短夏休みみたいなやっててめちゃめちゃ面白くてずっと見てる。でもね、アオラブウィークみたいなのもね定期的に見返しちゃいます。あとヘイフラさんもマジで本当に暇な時見返してる。あとナオミさんも。あ、そう、寝たら即帰宅の旅はねまだねそっちまでしか見えてないんです。飛行機の時に見ようと思って保存してたんですけど寝ちゃってたので途中までしかまだ見えてない。
あともうすぐでカミリアタイムですね。10時からカミリアタイムなので少し早めに終わらせますね。そう、飛行機本当に寝ちゃうんだよね。今回の飛行機は寝ないで、あの動画見るぞとか思うんだけど絶対寝ちゃうんだよね。でもこの前ね、寝方が悪かったのかめちゃめちゃ首寝違えて最悪でした。飛行機、そう、ほんと飛ぶ前に寝ちゃうんですよマリア。動画絶対見ようと思うのに飛行機が離陸する前に寝ちゃうんだよね。マリアって12時まで配信できるようになったのに1回しかやったことないよね。そうですね、あんま遅い時間にやんないですね。あのコンタクトとかカピカピになっちゃうからね、12時とかなると。忘れる前に生火タイムとかしとこうかな。生火タイムスタート。すごい今強制にベロが引っかかって痛かった。えなこ、ともはん、じじ、かずき、ゆめ、たくま、ばしばし、だいくん、はるか、よっちゃん、いっちー、せいや、まーしゃん、せまるしか、クーラー、ぷいぷい、だいくん、はるべ、しぶた、ぽん、ふくなコミック、終了。13位たくまばしばしさん、12位にしけんさん、11位博多の山さん、10位香港アットテリーさん、9位吉弘さん、8位豊樹さん、7位矢野さん、6位桂さん、5位ちいさん、4位橋本ちゃん、3位FKS さん、2位スーチェさん、1位渋田さん、ありがとうございます。してね、スーチェさんと渋田さんは、タワーありがとうございました。その他にも皆さんギフトありがとうございます。ということで、明日はオンライン握手会なので遅い時間ですけど皆様眠らないように気をつけてください。17時から20時、初めてじゃない、こんな遅いの。そんなことない、結構ね遅い時間ですけど皆様寝ないでください、ぜひ。マリアは何の服着ようか決めたいと思います。あと3分ほどでカミリアタイムが始まるので頑張りましょう。それではまたねー。